パークハイアット東京は、ハイアットホテルリゾーツが展開するホテルであり、東京都新宿区西新宿3丁目にある、小規模最高級ホテルである。正式な名称記述としては、パークハイアット東京と、半角スペースで区切るが、このページでは、パークハイアット東京と記載する。東京、新宿新都心の高層ビル外区の南端、丹下建造設計による、 新宿パークタワーの39階から52階に入居している。ハイアットホテルズリゾーツが展開。パークタワーホテル株式会社が業務を行っている。地下駐車場やホテル正面玄関のある地上2階からは、専用エレベーターでフロントレセプションのある41階に直行する。さらに上層階に位置する客室へは、同フロアでも最も奥まった場所にある。 フロントデスク付近から別のエレベーターに乗り継ぐ必要があり、客室階のプライバシーが保たれる設計となっている。47階にはプールとフィットネスクラブ、45階にはスパがある。大都会の喧騒を離れた大人の隠れ家というコンセプトのもと、あえて客室を177室に限定し、客室数が少ない分岐め細かなサービスを実現している。夜景をはじめ、 眺望が素晴らしい。最も広い客室は面積290平方メートルであり、東京都内でも最大級とされる。イギリスのロックスターのエル・ギャラガーがお気に入りのホテルであり、特に40階あたりの窓から見える景色がお気に入りで、東京を一望できる。いい眺めだと絶賛している。ソフィア・コッポラ監督の映画、ロスト・イン・トランスレーションの舞台となっている。 1990年代には、ホテル椿山荘東京、ウェスティンホテル東京と並んで、東京新語三夜ホテルまたは、東京外資系ホテル五三夜と呼ばれていた。パークハイアット東京1994年7月9日に、ハイアットホテルチェーンの一つとして、東京、新宿副都心にある、新宿パークタワー内にオープン。2007年、50階に、新カテゴリーの客室、 東京スイートを新設。全客室42階以上、標準クラスで55平方メートルの広さ。37インチ以上のプラズマ TV、高速インターネット回線、DVD プレイヤー、2回線の電話、コンピュータモデム、ボイスメールを完備。バスルームには、シャワーブース、テレビも完備。すべてのトイレに、ウォシュレット完備。など。 フロントライブラリー客室 B5 から45.47、B5 から52。ありがとうございます。